グロービス学び放題。突然ですが、皆さんコーヒーはお好きでしょうか？ね、コーヒー皆さん大好きだと思いますけれども、それでは全く新しいことに挑戦することが大好きだという人どれくらいいますか？まあ、こう問われるとですね、まあ、なかなか自分のコンフォートゾーンを抜けて新しいことにチャレンジしようと思える、それが大好きであって胸を張っている人ってそこまで、いないんじゃないかなと思います。申し遅れましたけれども、私は伊崎秀典と申します。第15代のワールドバリスタチャンピオンとして、今まで世界中で様々な、クライアントに対してコンサルティングサービスを提供してきましたけれども、まあ、それと同時にですね、コーヒーを通してより良い社会を築きたいと願う起業家でもあります。このコースでは、私がコーヒーから実際に学んだ実体験に基づいたですね、起業家マインドセットについてお話ししたいと思っています。起業家だけではなく、少しでも、ね、心にチャレンジしたいなと思っている人に向けても、ぜひ見ていただきたいなと思っているコースです。ぜひご覧ください。